こんばんは、平井博明です。引っ掛けに悩んでる方いらっしゃいませんか？引っ掛けについて今日は動画を撮っていきたいと思いますけども、まず引っ掛けが出ると触れなくなっちゃうんですよね。飛ばせなくなっちゃう。要は飛ばしに行って振りに行ったりすると余計左が出そうなイメージなんで、引っ掛けが出ると緩みが出てしまう、でまたミスが出てしまうとかっていう風に負のサイクルに入りやすいので、なるべくミスショットでも左に行くことっていうのを減らしてあげた方がいいかなと思うんですよね。なんでちょっとこの動画撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。左に行く原因でここ最近レッスンして一番多かったのっていうのは、まず一つ目、アドレスで膝が伸びてる。膝が伸びてボールへの距離感のアジャストを前傾角度でしてる人がいる。それって要はこういうアドレスですよね。こういうアドレスって引っ掛けやすいんですよ。でその理由として左のスペースがすごくあるからなんですよね。これがこうやってると左にスペースがないから引っ張れないんですよ。要は詰まりなんですけど、詰まればこうやって右に出せるんですよね、よく言えば。なんで左に引っ掛けることができなくなるので、なるべくこういうアドレスっていうのはあんま良くないんですよ。しっかりとバランスをとって多少前にこう傾いてるぐらいで、しっかり膝と腰に角度をつけながら構えてあげると、引っ掛けとか引っ張りとかそういうもの、要は左に行くボールっていうのはなくなります。まずそれ膝の伸びですよね、まず一つで。もう一つはフォロースルーでクラブが立ちすぎちゃう。これめっちゃくちゃ左行くんですよ、こうやって。すごいね、左打ち方面白い。いる？すげー立ってる、いっぱいいる。切ってるみたいになってる。そうなんで立ちすぎちゃう。僕はスイング中に前も言ったようにアドレスのこの角度を真後ろにした、この向きに左右持ってくる、こういう意識、こういう意識で振ってくださいっていうのを言ってるんですけど、それがなんでできないでこうやって立っちゃうか。ワンナップゴルフっていうのはヘッドが動かないのでバブルリングを通してくださいって言うんですけど、そのバブルリングがこう地面と平行に置いてるイメージだとやっぱこう立ちますよね。それがじゃあこういう輪っかの向きだったらこうやって通せますよね。まあ、そういうイメージにこう角度を変えていただいた方がいいかもしれないですね。通すのは通すんですよ。でそのクラブがバックスイング側ではしっかりとこうやって斜めに行くのに、フォロースルー側でこう立っちゃうか、それはヘッドが出てないからなんですよ。振り遅れました、でもヘッド出さないとって言って出たら立つんですよ。でも早い段階で出たらヘッドってこうやって横に行くんですよ。そう、その出すタイミングが遅くなればなるほどクラブが立って左に引っ掛けます。こういうことですよ。でも早い段階で例えばこうやってなったらこうやって斜めに行くんですよね。だからインパクトに対してのクラブの戻すタイミング、リリースするタイミングが遅すぎて例えば体が回転しない、止まってしまうっていうとこうやってこうなりやすいので、こうしっかりと早めにリリースをしてあげる。こういうふうに、そうするとクラブがこうやって斜めに行くじゃないですか。そうすると左に行かないんですよね。早めにリリースすると左に行きそうなイメージはあるんですけど、遅すぎて遅すぎて急激にリリースしてリストターンを加えてここだけで集中しちゃうとどうしても左に引っ掛けやすいので、そこは注意ですね。あとはインパクトで左膝が引ける、引けるとさっきも一番最初の膝と一緒で左にスペースが広く取れすぎちゃうんで、こうはできないですよね。やりづらいので多分やらないと思うんですよ。なんで左が引けたらそれに沿ってクラブもこうやって左に行きやすいので、そこも注意が必要ですね。なんでその左の引っ掛けっていうのを今悩んでる方っていうのはそのポイントに注意してやっていただきたいんですけど、練習方法として膝を曲げたままスイングするんですよ。両膝ですよ、両膝。それでも伸びちゃう方っていうのは伸びないスピードまで一旦落とすことが大事。それはアプローチでもいいですよ、こうやって。
曲がった状態で触れるスピードまで落として確実に曲げられてフィニッシュを取れるかどうかがポイントなんで、それはまずは方向性飛距離ではなくてスイング中に伸びないかどうかがポイントなんですよね。で伸びなくなったっていうのを確認できたらちょっとずつその方向性とか飛距離に対して自分の求めるものを求めてっていいんですけども、先に全部を求めちゃうと多分膝ができないんですよ。伸びちゃったりするんで曲げてられなくなるので、そこは注意が必要ですね。他にももちろんいっぱいあるんですよ。左に行く原因っていうのはバックスイングの上げ方の反動でこうやって左にこう振って覆いかぶさるようにカットに入っちゃったりして左に飛ぶ時もあるんですけど、今下半身の動きについてちょっとやってみました。なんでこれを練習場でちょっとお試しください。お願いいたします。質問あんだけどさ、はいはい来ましたね、そういう左に悩んでる人って、うん、それにばっか悩んでるの、それとも右にも悩んでるの？大元の悩み8割は左に悩んでて、うん、それの反応で右に出る球は打つけど多分右は悩んでない、しょうがないよねで片付けて慣れてる。あ、左が出ちゃってるから、そう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 、あのそれを警戒しすぎて右が出てるぐらいの感覚なんだ、うん、なんで両側で悩むことってほとんどないから。あ、そうなんだ、うん、均等に出てる人って超チャンスだからね。あ、そうなの？そう、均等に出てる人ってボールポジションだから。あ、そうなんだ。スイングとかじゃないんだ。スイングじゃない、両方打ててるってことはスイングじゃないんだ、悪いスイング、良くないスイングっていうのは、例えば今体のこの膝の角度とかいろいろやったじゃない、うん、それ体が悪いとします、うん、って言ったら絶対一方向しか出ない、両方出てるってことはチャンスめっちゃくちゃチャンスだから。あ、じゃあ左出てる人はやっぱそればっかなんだね、うん、右出てる人もそればっか。ああ、そうなんだ。あ、まあ、右に打つ球っていうのは結構動画でね何本かやったけど、ね、左は少ないんでやってみたんですけど、ほとんど左に行く人ってクラブとかその動きとかクラブの軌道の何プレーン上の動きが悪いわけじゃない、ほとんど体なの。でも右行くのって体もあるけどクラブなの。そうなんだ、うん、でもいつもの話と照らし合わせるとその体が悪いって珍しいね、うん、体が悪い珍しいね。体がそうだと必ずそうやってクラブが入っちゃうってこと。そう、その左に行く入射を必ずしてしまうんだ、うん、今トール君が珍しいねって言ってくれたでしょ。ワンナップに戻して一回、うんうん、体を使うからそういうことになる。あ、そうかそのね、で、これってなんでこうなるかっていうと、1周した2周したでワンナップゴルフ戻ってきた方が左のミスをしてる方って何人かいらっしゃって、うん、その方って他の YouTube を見て下を使いました。で、それでワンナップを入れてその下の名残で上がワンナップゴルフだったらもう左しかいけない。あー、そういうことか。そう、そうだからやってたねってそういうことね。そう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 、そっか、そういう意味で体なんだ。そう、何にもしてなかったら左行かないんだ。行かない、行かない、行かない。正しいミスっていう言い方もあれだけど、うん、普通のミスは右だから、こう使ってなかったら、うんうん、だから左の方が大変ってそういうことか。いつも言ってるやつ。そう、そう、取り除くことが多い。あ、取り除かないと治んないんだ。治んない、上書きしたら余計複雑になる。そっか、引かないといけないんだ。そう、引き算しないとダメ、完全に引かないとダメ、引き算しないと。それがすごくね、下半身とか体の使い方で入れたものに対してはそれぐらい難しいの、取り除くのは本当に超上回る何か他の意識をしないと無理。そっか、じゃあ左で悩んでる人は必ず何か入れてんだね、うん、前もちょっとだけ動画戻していい、うん、前もさ、俺は下半身使わないでください、うん、自分からあまり使わないでくださいって言うじゃない。でその時に例えばボール投げてくれっていうのもさ、勝手にさ、うん、こうやって足使うじゃない、うんうん、それを自分から思いっきりやるから、うん、軽く投げたいのに、うん、こうやってやったらさ強く投げちゃったとかってなるじゃない、うん、そう、それがあるから自分で振りたい分の下半身を使えばいいじゃないっていうことがもうちょっと分かってくればいい、うん、こうやって投げる人は普通にいないんだから、ね、そう、だからゴルフのスイングも本当に一緒なの。例えば9番で100ヤード打ちたいんだったら100ヤード打つ、うん、こう下半身をこうやって入れるじゃない。それに下半身はこうやって使うからって言って100ヤード関係なく入れるから当たらない。それが取り除けないものになっちゃうことがめちゃくちゃ多いから、それを気をつけていただいて左のミスっていうのをどんどん減らしていっていただければと思います。もう何発も打って右しか行かない、右しか行かないって言ったら治ってきた証拠ですよ。でその右っていうのを今度何かっていうシンプルなものになってくるんで、そしたら治るのはまあ結構早いと。なんでそのイメージでやっていただければと思います。はい、では動画の方以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、
絶対入らないでください。